はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。9月18日1時を回りました。今日風強いんですよ。ビュンビュン風吹いてくるんですよ。でも日も照ってます。暑いわ、暑いですね、台湾の話なんですね。ここのところね、台湾で、ね、巻き返してるでしょう。まあコロナ対策でね、なんか割合こう効果を上げてですね、まあ、中国の発表を信用せず早くから厳戒態勢を取ってですね、まあ、非常にこの効果的に抑え込んだというふうに見なすことができます。で、ですね、ここのところ外交的にもですね、チェコ、ヨーロッパのチェコですね、チェコから上院議長をはじめとする外交官がやってきたりとかですね、アメリカの厚生長官が訪問したり、あれですね、李登輝さんのですね、お葬式がもうすぐあるようですけども、告別式ですね、に対してアメリカの国務次官が訪台するというようなことでですね、割とこうどう言いますかね、ここのところちょっと盛り返してるなという感じがいたします。で、逆に焦ってるのが中国ですね。防空識別圏に40回侵入したと。で、今日もまた台湾海峡で、なんか今日すごいですねうわすごいわ、台湾海峡でですね、軍事演習してるというようなニュースも伝わってきています。風雨急を過ぎるということでしょうかね。で、アメリカのネイビーがですね、南シナ海で今年はもう直近2回ぐらい軍事演習をしてますね。現場で何が起こってるのかっていうのは私はよう分かりませんけども、いや、かなり際どいことも起こってるんちゃうんかなという気はいたしますね。さて、習近平さん、もう相当これ焦ってるような気がします。っていうのは、台湾を彼はですね、自分が主席でいるうちにですね、併合してしまいたい、というものすごい意欲を燃やしているんですね。で、彼は一応ですね、無期限に主席を続けられるということにはなっているんですけどもなっているんですけども、最近ちょっとヘマが続いてですね、ちょっと危うくなってるような気もいたします。なんで大きな実績を残したいと考えているようですね。だから、今のうちにですね、台湾に対してですね、何かを仕掛けるという可能性はゼロではないんですよね。で、あの国はですね、そもそもその世界に対してものすごく誤解をしているようなところがあって、自分たちが強くなったんでルールは自分たちが決められるというふうに考えているような節があるわけなんですね。で、その我々はですね、国際社会に生きてまして、こう一応弱っちい日本の一国民でありますから、その世界の動きってこういうふうにこう見てるわけですよ。あ、アメリカやったんや、中国はこうやったんやって、あ、ロシアはみたいなのね、見てるわけですね。弱い国の一員の一国民でありますから、そういうふうに見れるんですけども、中国は最近ものすごく強くなってですね、いわゆる数の上ではですね、ボリュームという点においてはですね、例えばアメリカ海軍の艦艇をもう50隻上回ってるわけですね。で、ミサイルの本数もですね、もうそんなに変わらないですね、アメリカと。で、台湾なんてもう目と鼻の先なんですよ。100キロぐらいですか、台湾海峡は。そんなんしか離れてないわけでして、行こうと思ったらすぐ行けるわけですね。で、台湾が支配する島、金門島という島がありまして、ここは本当にもう中国本土とはですね、大砲、普通の大砲ですね、多分105ミリぐらいの大砲が届く距離なんですよ。で、昔はこれで撃ち合いをしてたんですけど、まあ、そういうところもあるし、南シナ海には台湾の支配する島もあったりします。そういうところからですね、まず手をつけていくんちゃうんかなという気がするわけですよ。まあ、台湾本島となるとですね、もういや、かなり大掛かりになるんですけども、
習近平さんという人はですね、そのちょっと最近申し上げましたように誤解をしているようなところがあって、例えば今アメリカという国はね、11月3日大統領選挙なんですよ。だトランプさんの目は本当に国内に行っててですね、この選挙勝てるかどうかということだけをに、まあ、傾注してるから、外交的動きはほとんどないでしょう、ね、まあ、ひたすらだから今選挙をやってはるわけですね。だからほとんどその世の中というか国際社会を見ていないという状況、ね、これをね誤解をしてですね、チャンスやと思ってしまうかもしれないわけなんですね、習近平さんは。で本当にね、なんていうのか、民主、我々のこう自由主義陣営というものをよく分かっていない、ようなところがありますね、あの発言。習近平さんだけではなくても中国共産党の首脳部から出てくるさまざまな発言を見ているとですね、うわ分かってへんわこいつらという、我々は自由と民主主義の価値観の中に生きているわけであってですね、その政府がこう思ったからって、ああ思ったからって、指導者がこう思ったからああ思ったからって、それがすなわちその国の意思にはならないわけなんですよね。まあ瞬間的にね動かすことはできるかも分かりませんけども、それはなんていうのかな、統一の意思にはならないわけでして、政府ができることも限られてるわけですね。で中国みたいな全体主義国家はですね、共産党がこうせーって、この色は白やって言ったら絶対白なんですよ、黒でも。でも我々の世界っていうのはそういうことはほぼないわけであって、政府はこうせーあせーって言っても、動かせるのは政府の機関だけでして、政府の機関もですね、そんな法律に寄らない命令は従わなくていいわけでしてですね、それ抵抗があるわけですけど、中国共産党の場合、共産党がこう決めたんやと、もう全てそれなんですね。そういう国の政治家さんから西側社会を見てみると、その理解してないところがあったりするわけですね。だからアメリカの選挙、大統領選挙でですね、トランプは今も右も左も見えてない状態で、ひたすらバイデン、バイデン、バイデンですね、バイデンの荒探しせえみたいな、そっちの方にばっかり行ってるわけであって。他の国の首脳と電話会談してるという感じもまあ見られない、もう必死ですよ、そういう時に誤解をした中国がですね、冒険的な行動を起こす可能性はあるわけなんです。で当然ね、大統領は自分の選挙のことしか考えてないですけども、このアメリカの機構、ミリタリーの機構はですね、もう常に最悪を考えて準備をしてる、多分睨んでるんですよ、南シナ海や台湾海峡を睨んでて、何かことがあったら行くでみたいな感じになってるわけですね。でまあ報告は上がってると思いますけど、トランプが呼んでるかどうか分かりません。だからこれをですね、アメリカの弱みと受け取ってですね、何かやらかしてくる可能性がゼロとは言えないわけですね。まあ3割もあるとは思いませんけども、でも非常に最近の動きを見てるときな臭いですし、中国という国は相手が弱いと見るとドドドドッと来るんですよ。まあまあ歴史的にそうですね。で強いとなると、まあ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 って適当なこと言うわけですね。で最近日本に対してニコニコしてるのは、アメリカにガンガンやられてるから日本までも敵に回したらいかんっていう、ただそれだけの理由なんです。それ以外の理由は何もないんですよ。しかし今のうちにね、あれですよ、安倍さんももう辞めはってんから靖国に行きたかったら行ったらええやんと思うんですね。菅さんも靖国にもし行く意思があるんだれば行ったらええやんと思うんですね。秋の例大祭とかあると思うんですけど、今やったら文句言われへんでってね。で一回文句言われへんという慣習を習慣をつけたら、もう次から文句言われませんからね、別に行くことに大きな意味があると思いませんけども、心理的な意味がありますから、まあそれは置いといて、私はですね、この台湾、どうもですね、ここのとこ台湾のポイントが続いたんで、習近平さんむちゃくちゃ焦ってるわけでして、その自分の地位を守るためにね、台湾で逆転のポイントを稼がなあかんと。1年ぐらい前までね、全然こんなことなかったんですよ。むしろ台湾がだん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 あかんやんって、どん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 国交の国が減っていってですね、あかんやんってなったのが、蔡英文さんが総統に再選された12月ですか、
からこっちものすごくポイントを上げていて、でアメリカの高官も訪れるようになってということで、かなり危機感があると思うんですね、習近平さん側には。このままいったらもしかしたら一つの中国というあの中国が掲げているあの幻想の主張というものをね、覆される可能性もあるし、台湾が蔡英文さんが私たちは台湾共和国として独立します、中国ではありませんって言ったらどうなるんかという、その悪夢があるんですよ。そのオプションを台湾はいつでも取れるんですよ。でアメリカが絶対守るという確約をしたら多分蔡英文さんはそう言うかもしれません。でそんな日がですね、もしかしたらこう数ヶ月以内に来るかもわかりません。密かにアメリカと台湾はそれを話し合ってる可能性だってあるわけですよ。で仮にそうやとすると、それを知った習近平さんはそんなこと許せるわけないですよ、だから何事かが起こる可能性は十分高まってますよと、もう私は危惧をしておりますというお話でございました。風強いわはい、皆さんどうもありがとうございます。